準備が整った準備がよいしょ、お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、こちらに映っているこの子たちですね、北大東島で捕獲してきた宮古ヒキガエルたち、まあ、こんな感じでね、大きめの衣装ケースで飼育してたんですけど、この子たちね、今から餌をあげていきたいと思います。でいつもはね、この中に直接ね、水入れ場をどかして餌をばらまく形でね与えているんですけれども、まあ、今日はちょっとね、見やすいように別の容器にね移してあげていきたいと思います。いやなかなかねいい発色してますね。めちゃくちゃ綺麗だし いい感じなんですけど、土がね体中にくっついちゃってもったいないんで、今からね一瞬お風呂入れてお食事場にね移動させたいと思います。ちょっと別のケースに移動させました。まあ、こうやってね見てもらうと本当に個性豊かないろんなねカラーバリエーションがなんかすげー重なってんな。大丈夫か、これこれ何重なってんねん。はい、1,2,3,4,5,6,7匹ですね。じゃあ今日はねこの子たちにたくさんのね、ご飯をあげていきたいと思います。与える餌はこちらレッドローチ、まあ、まずこんぐらいかな。早速ね食べ始めましたね。やっぱり土のね上とかであげちゃうとねなんか潜ったりとかわけわからんくなるんで、こういうねシンプルなケースに移してあげると食べやすそうですね。すごいめっちゃ食べてる。乗っかられちゃってるけどね。これこのまんまもし外に出られたらたまんねえな。頼むから出るなよ。めっちゃ食ってる。奥の子めっちゃ食ってんね。この子ねかなり綺麗で気に入ってるんですよね。こちらの子めっちゃ綺麗じゃないですか。ちょっとね動きが早いかな、やっぱコオロギに比べたらレッドローチは。ただね買った分使い切らないことにはずっと家にねレッドローチがいることになっちゃうんで、頑張ってね食べてもらいたいと思います。お、食ってるねちゃんと。お前頼むからそのまんま出てくれるなよこの状態で外に出られたらたまんないよな。やっぱり虫も危険をちゃんと察知してるのか、こっちの方に結構ね溜まってきてますね。この手前の方にこの子ほんと綺麗だな。同じ宮古ヒキガエルでも例えばこの3匹でも全然ね色とカラーが違ってて、こっちもお食べそうだ、お食べてんね、いいね。頭についちゃってるのがちょっと嫌がってるけど、めっちゃ体にまとってんだめちゃくちゃ体にまとっている。食べてますね。おお、食えてんのかな。早すぎて食えてないかな。めっちゃ頑張って食べてるね。
食ってるね、ちゃんと。しっかりこの子もめちゃくちゃ綺麗だな。なかなかいいカラーリングとからしてますね。ただ思うのがやっぱり、あの都ヒキガエルとかヒキガエル系の餌はレッドローチよりもやっぱコオロギとかの方がいいですね。なんかレッドローチは動きが早いから捕まえづらそうな気もしていて。これ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 、あ、やばいやばい、乗っけたまんま出んなよ。今蹴っ飛ばされたね、レッドローチが蹴っ飛ばされた。おー、食ってる食ってる。これ一匹だけコオロギいいんじゃん。あ、逃げられたね。チビちゃん頑張って食べてんじゃん。おお、踏み台にして、お、仲間の体に、おお、食べた食べた。めちゃくちゃこう都ヒキガエル人生を苦労してきて、ベテランのような貫禄なる子ですね、この子は。ヤゴイガエルたちよりもこっちのトゲマツの方が欲しがってんな。いやでもこうやって見るとほんとね、ヤゴイガエルって色と柄とでバリエーションがものすごくあるんで、なんかね、ヤゴイガエル図鑑とか作ってみても面白いかもしれないですね。なんかうちにいる子たちだけでも軽く10種類以上はえ、どうしたのどうしたのどうしたのこれ、どうなってんの、頭を指で押さえられて困ってんのこいつめっちゃおもろいな。おい、あ、この下に潜りたいのね、この子は。はい、ということで、大量のね、餌用の虫、まあ、レッドローチですね、を都ヒキガエル軍団にね与えてみたらという動画でしたが、まあやっぱりあの食べる子は食べるし、なんか別に興味がそれちゃってる子は外出たがるし、まあ、いろんなね子がいますという感じで、まあ、思い描いていたバクバクレッドローチなりコオロギなりを食べてくれるような絵面はね、やっぱ取るのは難しいと。これ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 、取るのは難しいというね、結果になりました。はい、唐揚げくんたちメンバーにね、バトンタッチしました。唐揚げくん早速食べてますね。せっかくなんでもう残りも入れちゃおうかな。多くてね、食べれてない、頑張れ。おー、食ったね、早い。唐揚げくん頑張れ、唐揚げくん大好きな餌がいっぱいあるよ。意外と意外と餌場に移動させたら唐揚げくん食べないんだな。お、唐揚げくん行くか。行かね、唐揚げくん全然食べないな。はい、あれからねちょっとしばらく様子見てたんですけど、やっぱりね、なんだろう、動きが早いのかな。餌を食べることにね、集中するよりもなんか外に出たがっちゃうっていうね、ところに気がそれちゃってね、あんまり数もね、まあ、食べたり食べなかったりでそんなに減らなかったんですけど、まあ、時間しっかり与えたらね、ある程度少なくなりました。うん、まあそれでもまたいるけどね。お、唐揚げくんやっと食べる気になったか。唐揚げくんはいつもねピンセットで餌もらってて楽してるから
自分で餌を捕まえるのが、お、食ったか。なんかちょっと苦手そうに見えたんですけど、ちゃんと食べましたね。お、カラギング見つけた。おー、いいね。陰キャはずっとストレッチ体操してます。お、第2の陽キャ、食べるか。食べないね。はい、ということでね、本日は家に残ってた、まあ、余ってたレッドローチをね、ミヤコヒキガエルたちに食べてもらったというね動画でした。まあ、うちにいる子たち今全員ね出したので、まあ、どんな感じの子がねいるのかっていうのはまあ分かったかなと思うんで、今後全員ね飼育し続けるのか、まあ一部ちょっとねイベントとかで販売するのかはまだ決めてはないんですけど、まあおいおいねアナウンスしていこうかなと思うので、気になる方はねミヤコヒキガエル今後も動画出すのでチャンネル登録して楽しみに待っていてください。ということで本日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。